あのね、ちょっと話して、あのね、これちょっと見て、まだなんだろう、日本のネットエンターテインメント業界はまだなんかね、日本の YouTube で流行るものって結構アメリカの YouTube で 5,6 年前流行ったものがなんか今流行るみたいな感じが多いんですけど、この問題も今だるんだっていう感じの問題があるんですよ。何のことについて話すかというと、なんととうとう日本の YouTube で初の1000万登録者が超えたらしいんですよね。おめでとうございます。で、それがあのヒカキンさんとかさ、はじめ社長が今トップ YouTuber って言われてるんですけども、それらがね、1000万登録いったのかって思ったら違って、日本の人たちがあまり知らない、日本の人たちっていうかみんなあまり聞いたことない、チャンネルでキッズラインっていうね YouTube チャンネルが1000万登録突破しましたってなったんですよ。なんでちょっと このねこの記事がねライブドアで出てきたんですけど、これこれね、日本の YouTube チャンネルで初ダイヤモンド伊達受賞でね、でまあおめでとうって感じなんですよ。ただやっぱりみんな知らないチャンネルだったから、え、なんかポッドなんかある意味みんなポッドでのチャンネルがいきなり1000万登録超えたって言われた感じがして、みんなね買ってるんじゃないのとか、え、この人たち YouTube 登録者数買ってんじゃねえのみたいなことをね、まあ話題になったわけなんですよ。だからこちらのねツイートもパパパーって下見るとおめでとうっていう人たちもいるけれども、すごいほらこの広いがですがっつって、なんか日付が2020年8月2日、93万人とかねとかそういう動画で出してきたりとかするのよ。で、まあ、まずなんか、まあ、買ったやろっていう話がねでかいわけですよ。みんなこの人登録者買ったやろ、登録者買ったやろっていう話がね出てきてるんですよ。で、まず最初にこの広いがですがって言って、この数字はまず最初にどこから来たんっていう考え方をねちょっとしたんですよね。なんでみんないきなり買った買ったっていう話になってるのと、ここでちょっと日本の YouTube 見てる人たち知らないっていうか気づいてないのが、キッズチャンネルの強さっていうのを知らないなって思ったんですよ。なんでかって言ったら、このキッズ、まあ子供向けに動画を作るイコールめちゃくちゃ、まあ視聴者数がめちゃくちゃ増えるっていうのは、まあ皆さん YouTube やってる限り知ってるとは思います。だから YouTube のヒカキンキッズとか、まあ本当に子供がよく見るイコール YouTube って感じだから、子供を味方につければ登録増えるって言うんですけれども、つまりその勝手に YouTube 見れる年頃の小学生中学生とかではなくって、そのまだ5歳とかのね人たち、子供を持ってる人、親もテレビをね昔はねアンパンマンつけて流してあげたりとかしてたんだろうけれども、今は結構 YouTube を流した場合が多いんです。で、子供用の YouTube 動画を流すっていうのはすごいでかいのが、子供用の YouTube 動画を流すともうレコメンドがもうどん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 子供用の YouTube 動画ばっかりなんですよ。だからそれに目つけたアメリカの YouTuber に、もうこれ3、4年、5年前ぐらいなんですけど、スパイダーマンとエルサのコスプレして、なんか子供向けの動画をねめちゃくちゃ作る YouTuber がすげー増えたんですよ。これがスパイダーマン&エルサっていうなんかミームが出た原因なんですけども、この3、4年、5年ぐらい前にこうちょっと問題になったんですよ。なんでかって言ったら、スパイダーマンとそのエルサのコスプレをして、なんか何ちょっとドタバタコメディミスター・ビーンみたいなことをやるっていう感じなんですけど、まあまず最初にクオリティがちょっとひどかったっていうのも一つなんですけれども、ちょっとねこれ子供に見せるバカにしてんだろ、なんかちょっとねこれ子供に見せたらあかんのちゃうっていう内容でもあったから、なんかエルサゲートっていうまあ題名でもついたんですけれども、まあそんなそれくらい子供向けの動画を作るイコール視聴者数がめちゃくちゃ増える、動画登録者もめちゃくちゃ増えるっていうのは結構昔から知られてることなんですよ。まあそれがまあ結構ちょっと強めに、そのなんだろう、 YouTube からもやめろって、お前それは子供向け動画に偽装してる、おかしい動画やって言われて、
もうじゃあやめますみたいな感じで結構もうそういう動画がなくなったんですけれども、ここで言いたいのが、このキッズラインってそういった子供向け動画なんですよ。で YouTube キッズアプリでも再生される子供動画なんですよ。だからぶっちゃけて言うと、聞いたことないっていう人たちは多分小学生中学生それから上の人たちは逆に聞いてなくて当然だとは思う。だってぶっちゃけ検索しないとわからないし、そういうそれこそその子供向けの YouTube の動画、つまりお母さんとかお母さんとそれぐらいの子供の世代に持ってる人たちはめちゃくちゃ知ってるけれども、それ以外の層ではそれこそいわゆる YouTuber を追っかける層にないわけでしょ。当たり前なのよ、聞いたことないのは当たり前なのよね。はい。でこの話でまあちょっと戻るんですけど、この数字93万人2028月どっから来たって言うと、このインフルエンサーっていうね、なんか僕初めて見たんですけど、このインフルエンサーっていうウェブサイト、ノックスインフルエンサーっていうウェブサイトで情報が出てきたっていうんですけど、でここで見ると確かにここで数字で2020年8月4日に93万人とか書いてあるんですけど、そもそもこのチャンネルって登録者数隠してるんですよ。登録者数隠すと API 上出ないんですよね、登録者数の数。だからこの数字どっから来てんねんっていう話になるんですよ。でダイヤモンドボタン、つまり1000万人超えたっていうあのダイヤモンド、すぐ超えたらすぐに送られてくるわけないし、で YouTube は YouTube で明らかにボットが入っているアカウントだったらすぐにわかるし、そこまで YouTube はアホじゃないよ。アルゴリズムに全部やらせてるところはいろいろあるけれど、 YouTube はアホじゃないよ。そりゃ怪しい上りとかあったら確実に YouTube 側からこれすげえ怪しいって出るけれども、彼らが言うにはもう何、去年からもう1000万登録してもらったっていうのは出てるんですよ。でこのノックスインフルエンサーって僕は初めて聞いたツールなんですよね。で他にもチャンネル登録を隠しているチャンネルもうバグった数字を出すっていうことは証明されてるんですよ。だからここからの何情報は全然当てにならないんですよね。なのにみんなこの情報を使ってほら証拠って言ってるんですよ。で僕が出すのはこのソーシャルブレード、これはマジでずっともう結構 YouTube が出てから初期からずっと使われている、世界で使われている YouTuber、 大手 YouTuber から使われているそのサイトですよね、そのデータを見る。で彼らの方を見ていくと、ここいつこの YouTube 登録者数ここ見ると2017年の9月からもうすでに170万登録者いて、どんどん上がってって2018年の9月には630万人登録者もいたんですよ。で多分ここからゼロになるんですよね。でなんでかって言ったら、これは登録者数隠したからね、ゼロになったんですよ、ここだから。もうすでに2018年9月の時点で630万人登録者いるんですよ。でこれ見た限り上り具合ももう結構ナチュラルなんですよ。ナチュラルって言っても欲しいよ、俺もこんな伸び欲しい、こんなナチュラルって言えるぐらいの伸び欲しいけどね、わかる。で視聴者見て動画の再生数のこの伸びやばい、欲しいわこれ、やばいこれ欲しい、こんな再生数欲しいね。ですげえ順調なんですよ、すげえ順調ね。で次にみんなが言うのが、何1000万人登録者数がいるのに、じゃあ視聴者数がこれね、何100万再生いってないの多いじゃんっていうあるんですけど、ここなんですよ。またアルゴリズムとキッズチャンネルの力ってみんな分かってないかもしれないですけど、マジで何がバズるか全くもって分かんないんですよ。で彼らの動画をパカッて開くと、このこれ、この YouTube キッズ、
これがクセモノなんですよ。YouTube キッズとしてもう登録された動画ってマジで YouTube キッズ側で、 YouTube キッズってまあ何、それこそ子供しか、子供コンテンツしか乗らないサイト、YouTube なんですけど、親御さんがちょっとそのアンパンマンでも見て私家事やってるかっていうとこためのその YouTube アプリですよね。広告も載ってない。ここに乗るとめちゃくちゃバズるんですよ。でここパーって下見ていくと、あ行ったなっていうところもあれば、えげつねえ数の再生数もねされてるところがあるんですよ。でまあこれはね、多分このソートバイでモーストパピュラー行くと、見て見て2年前に見て5億500万再生じゃないよ、5億5500万再生いった動画とかあんの、やばいのよ。これだよ、キッズチャンネルのキッズチャンネルの魔力ってこれなんですよ。ただ一つまあおいっていうのが、同じサムネイル使った動画が3つあるっていうやつでね、チャパワって見たらこの動画のアップデート版がこれで、でこの動画を2つちょっとつなげたやつがこれなんですよ。でもまあしょうがない、まあ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 、でもキッズコンテンツはこれぐらいすごいんですよ。で逆に聞いたことない、あ当然だよ、だって探さなきゃ出てこないよ。逆にキッズライン知ってるって言って、俺ら世代で子供持ってなくてキッズライン知ってるって言ったらお前怪しいからな。キッズライン知ってるって言ったら俺はって思うよ、嘘やみたいな、不審者すぎるもん。例えばさ、何 YouTube でどれが一番再生されてるかってリサーチしてる人たちでキッズライっていうチャンネル知ってるとかだったらわかるよ、見てますとか言ってたらビビるから。ただ一つ、登録者数とかでその買ったとかは多分ない、キッズの力はすごいと思うんですけど、ここで一回登録者数隠してるやん。これ多分なんでかって言って、なんでかって言ったら、2018年9月でも多分すげえうなぎ登りだって、で多分その時にめちゃくちゃすげえ動画とかめちゃくちゃ再生されてたんですけど、これがやっぱインターネットって怖いところでさ、やっぱジェラシー、今のこの炎上もちょっとある意味ジェラシーのところあるじゃないですか。なんでこんなキッズチャンネルがね、僕のチャンネルより動画登録者数増えるんだよっつってね、俺もあるよ若干。でもこの中でそこでコメントがやっぱアンチコメやヘイトコメントがあるじゃないですか。でそれらのコメントが子供に向けられて使われるわけですよ。まあ一番これらの動画のまあ主役って言ったら子供たちよ、男の子と女の子で、やっぱりその主役に向かって心もない言葉をコメントで浴びせるわけですよ。で特に登録者数増えてたら、登録者数の数見て攻撃的になる人たち絶対いるんですよ。まあ今がその現状っちゃ現状だよね。だからそれもあって多分登録者数隠したんですよ。そしたらね、再生数のジェラシーはあるかもしれんけれども、登録者数のジェラシーはないし、もっと子どもの人たちが見てる場合が多いんじゃないかっていうことです。ただここでちょっと問題出したいのが、子どもをね、ある意味子どもが、僕らも YouTube 動画出たいって言ってるのかもしれんけれども、子どもを使って結局は金儲けしてるっていうところなんですよね。やっぱり子供って親に影響されるから、親がね動画作りたいって言って、子供も僕もやりたいって言ってるのはもう親が喜んでくれるから子供もやるっていうことなんですけれども、親の役割ってやっぱり子供を守ることじゃないですか。でもこういう風に動画としてアップロードして、それこそね見たでしょ、えげつない再生数、それぐらいの人たちにその子供を見せてるわけですよね。そうすると子供役者とかはどうだとか、そういうのもありますし、でそこもやっぱ難しいところとはありますよ。やっぱりだってね、ハリウッドとかでもね、子供役者が結構ズタボロな人生をね過ごすっていうのも珍しくないことではあります。そう考えると子供を最初からそういうね、えげつない大人の世界に放り込む、子供を放り込むっていうのはどうかっていうトピックにはなると思うね、そういうトピックにはなると思うけれども、今この炎上している理由、
登録者数買ったとかそれはないと思う。でぶっちゃけ言うとこのノックスインフルエンサーっていうサイトは僕はそこまで信用できない。なんでかっていうと僕のチャンネルも調べました。 YouTube 見てください。ここです。このこれ月間の僕の YouTube の収益が毎月5万から16万欲しいね毎月5万欲しいよ。毎月5万欲しいよ。1万いけばいいぐらいだよ俺は。嘘やろ、どこやねんそのマニー。 Where's that money? I want it。 俺もその月間5万欲しいよ。お前毎月5万入ってたらお前こんな椅子使ってないで、すげえいいゲーミングチェア買ってるよ。わかる。そしてこのノックススコアとかね、意味わかんないね。何この SNS バラエティってなんやねんあれだけ編集頑張って1万ぐらいつらいでしょ。これね、このトピック誰から俺言われたかっていうと僕の YouTube の動画をいろいろ編集してくれるエマ様がねリョウがねこのチャンネルおかしくねっつって俺に今最初にいきなり送ってきてさえっつって、いやいいんじゃないっつって、いやなんか絶対買ってるってとか言って、いやそんなことねえよって言って僕とリョウで調べたら、いや買ってねえなこれはってなってだろう言うてでもそういうことなんだろうね、やっぱりそこなのよ。いきなりのこの反応がうわっっていうね。2018年9月26日にニコニコニュースにヒカキンを抜いたって記事がすでに出てるのに、ほらこの時から買収疑惑あったひでえ、もう何この怖いわね。超えてるやん、キッズライン2018年から超えてるやん。で、あのキッズチャンネルのすごいことって、最近の動画が伸びるわけじゃなくて過去の動画がどん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 伸び続けるんで、そりゃ今の動画アップロードしてもその動画がヒットしてるわけじゃないんですよ。そこもねみんな入れていくべきだなとは思う。もう本当にね、みんながさこれ買収買収言ってる人たち矛盾だらけですもん。僕キッズライン信者でもなんでもないけど、見た俺も知らんかったもんキッズラインなんて。でも何キッズライを守ってる人たち気持ち悪いとか言う人たちもいるかもしれんけど、最終的には僕が言いたいことは、それでなんでこんなに、なんでこんなにみんなこのことにキッズラインが1000万超えたっていうことに固執してる。 YouTube バカじゃないから、あの明らかに買収疑惑がある、買収してそうなチャンネルにプラチナの盾送らへんから、みんなそこら辺はもう落ち着こうよ。そんなん気にする必要ないじゃんと。もう自分のチャンネルを大きくしようよ僕もそれ頑張ってるから、お互いみんな YouTube でのし上がるの頑張ろう。 Twitch で何言ってんねんでもそこなんだよ、あのね、人の荒探しをするより自分のこと磨こうよ最終的には。だって人の荒探ししたら自分が何か上がるかって言ったら上がんねえもん。結局は自分もそういう人間なんだって思われてしまうから、人間の荒探しするより自分の価値を高めることをね考えようぜということでございました。だからまず最初に僕は狙うのは毎月アドセンスで5万超えること毎月あのインフルエンサーノックスインフルエンサーが言ってた通り、毎月5万アドセンス YouTube で行こうぜベイビーあの数字を現実にしようぜ。毎月5万から16万上等だ1万いくかいかないかのこのこれから超えてやろうぜ。はい、ということで、だからみんな僕の YouTube 動画に登録してください皆さん、だからみんな僕の YouTube に登録してください。じゃんじゃん